今日は、こちらの衣装のボタンをつけていきたいと思います、はい、さあどんなボタンにしましょうかね。この色合いですので、まあ金もいいとは思うんですけど、逆に黒も悪くない味になるのかって思うんですよ。まあ交互になっちゃうとピエロっぽくなっちゃうんで交互にはしませんけど、まあ黒なら黒で統一しようと思います。金はちょっとくどくなっちゃうんであまり良くないですね。金で金だとね、この花柄も金で刺繍されてますからね、金金だとちょっと壊しちゃいますね。黒にするとよりこうこっちを壊さずに、ね、色付けできると思うんで、いい感じのコントラスト、こっちも目立ってくれるしこっちも見てくれるっていう感じなんで、キンキンだとなんかこっちを主張してるのかこっちを主張してるのか分かんなくなっちゃう。黒だとこっちもこっちも見てくれますから、多分黒の方がいいと思いますね。黒のボタン結構見つかりましたね。シュッ、2つ目完了。はい、3つ目完了です。第1と第2は6センチ、ここから9センチ開けますね。はい、4つ目も完了ですね。6個目完了。7個目完了。5、6、あれ ?1、2、3、4、5、6個目か、はい、では最後ですね。よいしょ、3、9、9、長期。ブース。完成です。ドン。やりましたね。ほぼ完成です。こんな感じですね。いかがでしょうか。出来上がるとやっぱ黒良かったですね。黒にして良かったです。やっぱ黒が結構目立ちますね。あの黒があると結構ないあるのとないのと違うな、やっぱり違いますね。やっぱ黒にして良かったです。なんか金だと変になっちゃう。ちょっとはい。ね、はい、というわけで以上です。